タップダンスシティ、タップダンスシティ、タップダンスシティは、日本で活躍した元競争馬、シュボバである。5歳、現表記、以下同じの秋から8歳の春にかけて、GI2 勝、2003年ジャパンカップ2004年、宝塚記念を含む10勝7勝を挙げるなど、大気晩成型の競争馬であった。獲得賞金、不可賞含むは、日本歴代9位で、外国三馬では、 唯一の十億円ホースである。本場は、七位の冠無理名で知られ、一口場所のクラブ法人であるトモシゅホースクラブの所有となり、募集価格は一口六万円五百口で三千万円であったが、最終的には、その三十六倍の賞金を稼ぐこととなる。本格化は五歳秋になった頃からであったが、佐々木昭三調教師は、最初に馬を見たときに、 重傷の一つや二つは、勝てると思った、と引退式、口後日の中でコメントしている。当初競争馬としてのデビューは1999年秋になるはずだったが、手綱につまずいた際に下を噛み、下がちぎれそうになるほどの重傷を負った。そのためデビューは、翌2000年3月にずれ込んだ。デビュー戦は9着に敗れたが2戦目で、初勝利を挙げ、 4戦目の重賞京都新聞杯では、アグネスフライトの3着に検討した。その後は、条件戦を走り、12月に、格上の900万下条件戦を優勝したが、GI 競争とは、無縁だった。翌2001年は、条件クラス、オープンクラスのレースで堅実な走りを見せたが勝利を上げることはできなった。2002年、1000万下クラスからの格上挑戦となった。 日経新春杯で6番人気ながら3着に入り、その後1000万下、1600万下の競争に連勝。さらに続く、日経上でも2着に入り、デビューから19戦目でオープン馬となった。9月、朝日チャレンジカップに優勝し、デビュー23戦目にして、重賞初制覇を達成。この時起乗した佐藤哲三は本場の主戦騎手となり、 その後引退するまでの全競争に起動した。その後は、京都大商店3着、アルゼンチン共和国売3着、京阪杯5着と勝てないレースが続いたが、GI 初挑戦となった、有馬記念では、向こう正面からロングスパートをかけて先頭に立ち、2着に粘った。この頃を境に、先行して押し切るというレーススタイル、後実が確立されていった。 2003年の初戦には東京競馬場リニューアル記念が選ばれた。長教師の佐々木はタップダンスシチーの本格化を確信していたが、ファンの間では前年の有馬記念で単勝13番人気だった同馬の2着をロック死する向きが根強く、人気は7番人気にとどまった。しかし、2001年優秀品馬優勝馬のレディパステルに2馬審査をつけて優勝。続く、 金シャチ賞も優勝した。宝塚記念で、騎士ミラクルの三着に敗れた後、夏季休養を経て、京都大賞典に出走。レースでは、2000年10月の競争、デビュー7戦目以来となる、逃げの戦法を取り、騎士ミラクルを抑えて優勝した。レース後、陣営は、天皇賞、秋には出走させず、目標をジャパンカップに絞って、調整を進め、 同競争が行われる時期には佐々木が生涯最高というほどの状態仕上がった。レースでは一番枠から先頭に立つと徐々に後続馬との差を広げ、最終的には2着のザッツザプレンティにキューバ審査をつけて優勝。初めての GI 制覇を成し遂げた。続く有馬記念では GI に連勝を狙ったものの、ハイペースで飛ばすザッツザプレンティアクティブバイオに主導権を握られ、 さらに第4コーナーではまくってきたリンカーンにかわされるなど、ちぐはぐな競馬になってしまいシンボリクリスエスの発着に敗れた。年明け初戦の金シャ地賞では、前年と同じように逃げ馬を捉えて、第3第4コーナーで先頭に立ち、サイレンス鈴鹿が保持していた、レコードタイムを0秒3更新して優勝。同競争の連覇を達成した。続く宝塚記念は、 単勝一番人気に支持された。レースでは、序盤は3、4番手を追走し、第3コーナー手前で逃げるローエングリーンをかわして、先頭に立つとそのまま後続馬の追をかわし、2着のシルクフェーマスに2馬身の喫茶をつけて優勝。2分11秒1のレースレコードを記録して、GI 競争2勝目を飾った。宝塚記念優勝を受け、陣営はかねてから計画していた。 外線紋章出走を決定した。調教師の佐々木は9月26日発の飛行機でタップダンスシティをフランスへ輸送し、翌週の10月3日に行われる外線紋章に出走する計画を立てた。しかしチャーターする予定であった飛行機が故障により離陸できないアクシデントに見舞われ、輸送が不可能となった。佐々木は一度は遠征を断念したものの一口橋の会員には、 出走を望む声が多く、10月1日発の飛行機で輸送するスケジュールで遠征を観光。レースでは終始2から3番手を先行し、ゴールまで残り800から600メートルのフォルスストレート、偽りの直線では先頭に並びかけたが直線で力尽き、バゴ、バゴの17着に敗れた。帰国後は検疫の影響で調整が遅れ、陣営が7割の出来。 あと2週間欲しいという状態で、有馬記念に出走した。レースでは、コースタートを切って、逃げを打つと、道中の1ハロン、200メートルごとのラップタイムは11秒台を連発し、最も遅いラップでも12秒4と、スタートから、緩みのないペースで逃げて後続に、足、スタミナを使わせる展開に持ち込み、勝利した全ノ・ロブロイが記録した2分29秒5の、 日本レコードから2分の1馬身、0秒1差の2着に検討した。翌2005年も現役を続行。初戦の金舎地賞を逃げ切り、世界王以来となる平地の同一重賞3連覇の快挙を達成した。続く宝塚記念では、史上初の連覇及び、8歳馬による平地人愛制覇を狙い、単勝オッズ1.9倍の一番人気に押されたが、 レースの3日前に、旧車内で他の馬に蹴られ、重度の外傷を追うアクシデントに見舞われた。調教師の佐々木は、出走取り消しも考えたが、オーナーサイドとの競技の結果出走することになった。レースでは逃げたコスモバルクを第3コーナー過ぎから捕まえにかかったが、前年のようにあっさりかわすことができず、直線で力尽きて、ン馬のスイープ投章から1秒に離れた7着に、 終わった。佐々木曰く、レース後タップダンスシティは、走る気を失い、体調も下降線をたどった。後半シーズンは調整の遅れから前哨戦を、使わずに、天皇賞、秋に出走したが、一度も先頭に立つことなく9着に、敗れた。続く、ジャパンカップではスタートからの1000メートルを58秒3、2000メートルでも1分57秒7の、ハイペースで逃げ、 残り200メートル手前まで先頭という見せ場を作ったが優勝したアルカセットから1秒差の10着に敗れた。4年連続での出走となった有馬記念では逃げを打ったものの第4コーナーでコスモバルクに並びかけられると失速し勝利したハーツクライから1秒4差の12着に敗れた。タップダンスシチーはこのレースを最後に競争場を引退することが決定しており、 有馬記念当日の中山競馬場で最終競争終了後2003年ジャパンカップ優勝時の一番絶景をつけて引退式を行った2006年1月6日付で JRA の競争馬登録が抹消されブリーダーズスタリオンステーション北海道日高町旧門別町で種母馬となった新時系とは組まれず 競争馬時代と同じく友順ホースクラブの所有馬として種ボば入りした。クラブ馬であるため、しつけ料が競争馬時代の賞金と同様に一口場所に分配される初めてのケースになった。種付け料は30から80万円。支払い時期などにより異なると安価に設定され、2006年は163頭、2007年は127頭、2008年は77頭。 2009年は50頭と推移した。2008年7月8日に行われた八戸市場2008では、3区のシュバルブラ2007が、お馬の最高価格となる693万円で、同じく3区のボールドテスコ2007が、品馬の最高価格となる598万5千円で、取引されている。初年度3区は2009年にデビューし、同年7月3日の浦和競馬、 第2競争で、アールパラダンス、メスが、中央競馬、地方競馬通じての3区発勝利を挙げた。また、同年11月15日の東京競馬第1、競争では、ケイアイツバ椿、メスが、中央競馬での3区発勝利を挙げた。しかし、中央での勝ち防止は、この一勝のみで、総合的には初年度の3区成績は、不振を極めた。この影響から、 翌2010年の種付け頭数は6頭、2011年には1頭と激減してしまう。そのため、この年の種付けを最後に種ボバを引退し、巨勢手術を施された後乗馬に転用。ノーザンホースパークでの訓練を経て、2011年10月からは、福島県天栄村のノーザンファーム天栄で、スタンの乗馬訓練用の練習場となった。しかしながら、 長年の種ボ馬生活と気象面から乗馬転向は断念され、その過程で一時期消息不明となったが、優秀ホースクラブから個人牧場でつなぎをされていることが発表された。その後別の乗馬クラブへとつなぎを先が移り、近社地層が開催された2014年12月6日には、中京競馬場に来場シパドック狂乱が行われた。 2003.2004年金車地賞、2003年ジャパンカップ、2004年宝塚記念、同年有馬記念のように、スタートから緩みのないペースで引っ張る、競馬を持ち味とした。この戦法は道中でもラップが落ちず、ペースが適度に速くなりやすいので、自身も3度のレコード価値を記録し、破れたレースでも逃げまたは先行し、レースを作った2004年。 有馬記念や2005年ジパンカップではコースレコードでの決着となるなど勝ちタイムが早くなることが多かった。この戦法は2002年5歳ぐれの有馬記念から見られるようになったがこれは瞬発力に欠けるところがあるもののスピードの持続力に優れていて無理に抑えると機嫌を損なう気象だったためであった。優勝した2004年宝塚記念では3コーナー手前。 残り900メートル程度で先頭に立ってそのまま逃げ切り、優れたスピードの持続力があることを証明しているが、これは瞬発力に欠けるために相手を引きつけ、後続馬のスパートに合わせてレースをするタイプの馬ではないことも示しており、良くも悪くも自分のペースでレースを進めていた。また、重い馬場やある程度の重い筋量でも苦にせず走れるというのも、 特徴であるが2003年ジャパンカップに勝利するまではオモババでの実績は2戦して4着5着であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。